発達障害アドバイザーのズッチーです、今回はですね100点満点じゃなくてもいい、そんなテーマで話していこうと思います。私自身、高校生の時は寮を2回も脱走して、大学時代には、うつ病になって、社会人1年目、先生になってからはわずか1週間もしないうちに、体も心も壊してしまって、休職せざるを得ない状況になりました。そんな自分なんですが、今までずっと100点じゃないといけないっていうふうに思ったんです。でも100点じゃなくてもいい、今の状態をあるがまま受け入れよう、そんなふうに思うようになって、すごく心も楽になったし、体も楽になったんです。なので今日あなたにお伝えしたいことは100点満点じゃなくてもいいっていうことです。なぜかというと、100点満点って大体何ですか？誰かと比べて、あの人はすごいな、あの人はすぐ仕事もテキパキできて定時に帰ってる、わあんな風になりたいな、それに対して自分はなんだっていう風に自分を責めてしまうことってありませんか？でも自分を責めてしまったら、それだけ自分の心も体も辛くなると思うんです。でもそんなことは言っても周りはすごい仕事できるし自分はできないと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、でもそれだっていいじゃないですか。他の人は他の人、自分は自分、自分の課題は自分の課題、相手の課題は相手の課題、これを分離させておくことによってすごくね、自分の心がもう心も休まってくると思うんです。私自身も今4月、これ撮ってる動画、この動画撮ってるのは4月3日です。この4月3日もうね、慌ただしく、動いています。もちろん、仕事も定時で帰れませんし、部屋もね結構散らかってます。でもそれはそれでいいじゃないかっていうふうに思えるようになってきたんです。でも、4年前は違いました。4年前は、新卒の4年前は本当にこうじゃないといけない、こうあるべきだっていうことを、ずっと考えてしまって、自分を自分で傷つけていってしまったんですね。今までの経験もそうでした。大学時代に鬱になった時も、勉強しなければならない、勉強できてないといけないっていうふうに自分を自分で、自分で追い込んでしまったんですね。なので心も体も壊してしまったんだと今だったら分かるんです。だから今自分の状況を受け入れて、じゃあ自分はこのペースでやっていこう。例えば亀さんだったら亀さんなりのペースがありますよね。ウサギだったらウサギなりのペースがありますよね。そのペースでいいんじゃないでしょうか。私が提案したいのは自分のペースでやっていきましょうってことです。例えば4月、もう部屋はめちゃくちゃ、それはそれでいいじゃないですか。でもそれでもしっかりと自分でやっていこうという気持ちを持って、自分自身が動いていたり行動していたり何かを営んでいる、それはそれで美しい姿だと思うんです。100点満点を目指さずに、今ある自分が最大限できることをやっていきましょう。そして僕が最後にあなたにお伝えしたいことは、自分自身を責めないでくださいってことです。この瞬間にもあなたはあなた自身が呼吸をしていたり体温調節をしていたりしてくれてるんですね。例えばあなたのパートナーが、あなたの友人があなたの元を去っても、あなただけはあなたの元にずっといるんです。あなたを支えてるんですね。そのことを自分自身、僕自身もうつ病になった時、適応障害になった時、知りませんでした。ずっと自分はダメなやつだとか、自分はなんでできないんだ、こういうふうな責め心を持って自分自身に問いかけていったんです。一番自分自身に近いのに。でもそんな自分自身が一番最後残ってくれたんですね。なので今の状況、ちょっとね、部屋が散らかってたり洗い物ができてない状況も、それはそれで美しい状況というふうに自分は思って、今過ごしています。コロナウイルスのこともありますし、あなた自身の、新しい生活のこともあります。ぜひですね、心と体を休めてまた1週間やっていってもらいたいなと思いまして、私もまた1週間やっていきます。